い、というわけでこの手からはい交換しまして、はいチンポイさあ、急掃除、あー、つぶれ、あー、つぶれない、あー、テンパイはしてましたけどね、ちょっとつぶれなかった、山4だったんですけどね、うん、山4でつぶれるかなと思ったんですけど、ちょっとつぶれなかったですね。さあ、かなり不気味な顔に、あー、さあ、つぶれた、あー、あーまあまあまあ、ちょっとつぶりましたけどね。まあ、積もった場合はやっぱりそう振り手にしないとね、さすがに持ったり、あーさあボケにしまして。あいや、ちょっと地方ね、あ確かにね、地方国士あるかなって感じではありましたけど、あまあもうちょっともう妥協して、まあ、振り天国士13面待ちにはなっちゃいますね。あまあ、普通に強かったんですけどね。あまあ、それでも十分強いけどね。まあ、普通かなって感じですかね。まあ、自敗がいっぱい重なってくれたら、まあ、嬉しいかなっていうところではあるけど、うん、まあでも、って感じだね。まあ、どうやら、ピンズで進める感じかな、うん、おそらくね。まあまあ、でもまあ、まあまあまあ、手なりって感じですかね。うん、まあ、おそらく、まあ、想像は払っていって、まあ、ピンズで進めたいのかなっていうところではありますけどね。うん。いや、全然別に、でも、全然別に現状良くないよ。全然現状良くないよ。うん。まあ、なんならね、普通に、だから、トイメンとかね、下茶とかの方がね、手整ってるからね、なんなら。うん。別に全然って感じですね。まあ、タワチャからリーチがかかってくる方が早いんじゃない？あれ、ちょっと待って、なんか、下茶回線切れてない？いや、まあ、わからんけど、下茶回線切れて、あ、切れてますね。あ、下茶、ちょっと切れましたね、あれね、多分ね。うん、赤嘘切らないからね。あ、ってことはチャンスなんじゃないか、うん。下茶が切れているということは、これチャンスなんじゃないかというわけでね、ちょっと生き生きしてきましたよ。下茶が回線を切れているということで、だいぶちょっと手配が生き生きしてきまして、はい。さあ、でも、トイメンも染めてるよ。トイメンもいい感じに染めてるんですけれども、なんかこちらもわからんけど、自敗をズバズバと引いております。ズバズバと引いておりますが、さあ、トイメンリーチ打ちまして、さあ、こちらもさ、アイテンポアイ。いや、あれこんなやったっけ？あれこんな手でしたっけ？あーいじゃん。あれなんかおかしいな。なんか最初なんか6巡目ぐらいまで全然なんか手良くないなみたいなこと言ってたはずだよね。あー、数暗光追走小寿司ですって。うん、はい、銀の間トンパツーよいしょ。あー、そう、トンパツで天候はちょっとごめんなさいだよな、さすがに。あー、そのターチャのテンションだだ下がりやからね、こんな。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけれども、いや、普通にこっち手いいですよね。うん。なんか、メンタンピンとかね、まあ、狙えて、ドラマって、なんかね、ハネマンとかね、うん、狙えそうかなというところではありますけれども、さあ、まあ、神茶がやってそうですね。神茶がまあ、ピンズって打ってるんで、あーとさ、リーチ入りましたね。さあ、チュン切ってリーチ、ポン、さあ、そのポンで。そのポンでちょっと時空が歪む可能性はありますけれども、いや、こっちも普通に定員でね、なんか追っかけたいなーっていうところではありますけどね。うん。普通になんか3ピンとか、あー、でもこれで広くなりました。はい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 。あー、まあ、そうで、ツモ。あー、ツモでしたね。ロンではなかったですね。さあ、急速で、あー、中連ポート。あー、国士じゃなかったですね。緑かな、まあね、はい。まあ、緑でしょうね、はい。こんなにね、まあやっぱりね、もう目に優しいで、ね、ハイパイ来たらね、もうさすがにこれはリュウイソを狙うなあかんな、みたいな。さあ、ペイ貯めてますね。なんかペイ貯めている。さあ、なんだ、あれどうするつもりなんやろ。いや、抜いた方がいいと思うけどね。いや、あれ抜いてね、3層、パワー層、初やった時にね、結構やばいからね。うん、まあ、数層引きまして、抜くことによって、普通にソースがさ、ペイ抜きまして、おいしょい。あ、乱数調整かな。あそこまで温めたからパーソーになったという説がね、もしかしたらあるかなというところなんですけど、さあ、ポンしました。ああ、ちょっと初なしっぽいですね。ああ、どうやら初なし流因層っぽい。さあ、どうでしょうか。ちなみにさあ、あい、テンポ、あい。さあ、あ、ダメだなあ、だ。ああ、早いな。ああ、初なし流因層ズバズバ、いいな。なかなかそんなズバズバならないけどね。ソーズで染めたいなーっていうところではありますけどね。うん。まあ、白つもり。あ、トン？ちょっと、トン？え、いや、リャンピン、ウーピンとかありますよ。
あいやちょっと完全にトムはちょっとねどういう感じださ初つもりましてはいはいあまあ初をさらっとつもりましたねうんあまあまあそれをポンしまして、はい、まあまあリアンペまあこれでね本来まあトムと言いそう待ちでまあテンパイはしてるはずなんですけれども ね, ねあまあチュンもねもう打たれてるからあとあテンパイいや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 見えてんのよ。そう、ああ、その、ハクハツチュンを一枚ずつスススッともう積もることがもう見えてしまってるのよ、これは。はい、友人戦というわけで、あい、いや、いや、いや、あ友人戦なんでね、うん、友達二人いなくなりましたね。あちょっとチーフをね、友人引き換えになっちゃいましたね。普通かなーって感じの手ですね。まあなんか特になんか、うん、特に何も言うことがないみたいな。まあてか普通っていうかまあちょっと悪いですね。そう、カンちゃんペンちゃんが多すぎて、うん、なんかあんまりやる気が出ない手ですね。うん、さあ、シャーカンしました。はいはいはい。いやもうカンちゃんペンちゃんオンパレードやな、これ。絶対リーチ愚形になるやつね。まあなんか統一で引いてくれたらね、嬉しいかなーって感じ。あ、ちょっと待って、神ちゃん神茶ちょっと、ピンズの様子がおかしいよ。さあ、トイメンは、ローソーポンしましたね。ローソーポン。ローソーポンしましたね。あ、タンヤオに行きたいのか、ちょっと何に行きたいのかちょっとわからないですけどね。うん、どういう感じなんでしょうか。さあ、かなり強そうではあります。あ、でもちょっと引いてきましたね。ちょっと結構いい感じに引いてきまして、はい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 。まあ、スーアンコウとかもね、若干見えてきたかなっていうところではありますけどね。さあ、カミチャがかなりいいよ。カミチャはリャンピンチーピンでね、リャンピンチーピンでのリャンピーコーまで、ある手なんですけど、さあ、あでもまあ、ポンしましたね。まあ、ポンしました。さあ、まあ、妥協してポンしましたね。さすがにね。まあ、第一戦なんでね。まあ、第二戦なんで、まあ、そんなにね、無理はできないということで、まあ、ポンしまして、さあ、こちらが一応ペンチーピンで貼ってますね。ペンチーピンで貼っていて、チーピンが、と、トイメンとしも、あ、神茶で一枚ずつ持ってると。で、あ、じゃあ、ポンしまして、さらにポンしましてからの、さあ、チーピンですね。はい、チーピン待ちで、さあ、トイメンがちょっとチーピン持ってるんでね、危ないですけどね。危ない。非常にちょっと、まあ、でも、トイメンがチーピンを引いても出ないんでね。さあ、カンしまして、どうでしょうか。さあ、パーピンの、あ、とちょっと待って、だいぶちょっと乗ってます。あちらあちょっとカミちゃんのお客様結構ドラ乗ってますよ。ビガビガの状態になってますね。で、そうですね。まあ、こちら相変わらずずっとね、あのペンチーピンで何の動きもないんですけども、あいテンポ、あいさあ、体ポンしましたから、あちゃあいテンポ、あいさあ、ウーピンキューピンとギャビ、あーだあーランニャあー、ダブロンを食らってしまいましたね。で、こちらが、しかも、背景ですね、これ。背景で、こちら17班。17班、まあ、数百万。まあ、ちょっとまあ、3万2000ということでね。まあ、ちょっと安いですかね。まあ、こちらやっぱり9万6000なんでね。で、これで、12万8000点マイナス。いや、もう消え去ってんのよ。